なんか収入源増やしたいなとか思ってんだよね、本当に。株とか FX ってどう思う？なんかずっと言ってるけど、風呂上がりだから男前だろ、ヒゲも剃ったし、もう仕事行く準備バッチリしたけど、1時間休もうかなと思ったけど、1時間2時間もうどうしても配信つけちゃうからね。中毒だよ、中毒、病気だよ配信の病気。花火届ける、ハッチありがとう。いやもう腕ぶっ壊れるぜ本当に。ハッチありがとうな、腕ぶっ壊れるよ本当。これマジで鍛えられるんだ。ありがとうハッチ。いやあのコビ売ってるわけじゃないからね、花火欲しくて。よいしょ、ハッチありがとう。ありがとう。オーフリーダムさんだ。さっきドレさんのところいたよね、初見さんかな。風船ありがとう。フリーダムさんいらっしゃい。ドレさんのところでお見かけしましたね。なんか熱いコメント打ってて、あ、いいコメントだなって。緑のウサギ、あーごめんごめん、マイクが。和道ネックレスなくしちゃったんだよね、どこ行ったんだろう。俺が和道ネックレスなくしたらまずいよな。一個予備あるから作るか。多分ね、銭湯に忘れてったから、明日銭湯に和道ネックレス回収しに行くわ。予備のもう一個あるんだよね、作ろう。よいしょ。ふわっちで月どれくらいの収入、すっとこどっこいさんいらっしゃい。収入どれくらいかな、書いてある通りですよ。あのマイページに書いてありますよ。ほいほい、そうなんだよ。でも1個予備あるからそれつけるわ。よし、はい、ワード2ニア、おはよう。来たね、ワードギャルズ。奥様方が起きてきたね。おお、フリーダムさんありがとうございます。ステコロ応援しましょう。参加者ファイト、ありがとうございます。フリーダムさんから初花火いただきました、ありがとうございます。嬉しいな、初見さんなのに。なんかすいません、あんま気使わないでください。なんか面白いなと思ったら花火投げてもらえれば全然ありがたいんで、なんかプレッシャー感じちゃうんで、いきなり花火から入ると。おはよう、ガチャヒロー。おはようございます。フリーダムさんから花火いただきました。いきまーす。1、2、3、4、5、6。ありがとうございます。参ったね。朝から景気いいっすね。これだからやめらんなくなっちゃうんだよ、ふわっちは。中毒性がやばいよ。55名さんいらっしゃい。楽しんでってください。まったりやりましょう。何これ、筋トレ付き。僕、花火一発につき、ダンベル6回やるっていうルールで、前はスクワット2ヶ月ぐらいやってたんですよ。で、足バキバキになったんで、ダンベルにしようって言って、腕、ニートで細い細い腕だったんだけど、1ヶ月やったらこんな腕になりましたね。はい、1ヶ月鍛えたらなぜか腕が太くなったっていう、今こんな感じです、はい。うん、結構変わってきました。すごいよ、そうそうそう、すごいね、腕太くなってって、どんどん。そうなんですよ、すごいよね、みんな知ってるもんね、1ヶ月前の俺の腕ね。1ヶ月前のリスナーさんだったら、めちゃめちゃガリガリだったんだよ。鍛えたことなんか一回もなかったから、前めちゃめちゃ細かった。
だから、なんか成長具合に驚いてる。腕の太さに驚いてんじゃなくて、ワドの腕がこんなことになってんの？みたいな驚き方？みんな。ダンベル持つと太さがすごい伝わるから、重り持ってみようか。これ今8.5キロなんだけど、今月から。こんな感じの腕になった。あ、ごめんごめん。今の腕の太さはこんな感じですね。変わったでしょ、全然違うでしょ。筋肉の線出てるでしょ、いっぱい。カットって言うんだけど、やばいよね。全然違うよね。こんな感じです。変わったでしょ。おはよう、ボンさん。ボンとか1ヶ月前の俺の腕知ってるよね。トレーニング始める前の。来月はさらに重くします。よいしょ。格闘技は9勝だけもらわなければいいよ。アゴテンプルスとマックレバーはちゃんとガードしてる。いやー、どうだろうね。不安だよ、本当に。素人だから。どうなるかね。ほら、ガードとかもさ、テクニックじゃん。空手とかは、まあ、習い事程度で習ったことあるけど、白帯だけど。帯の色ついたことないけど。でもそんなんさ、小学何年生の頃だ、あれ。小学1年生とか2年生の頃やってた。お子ちゃま空手だからさ。極真も1ヶ月ぐらい行ったけど、ちょっと合わないわと思ってやめちゃったんだよね。ニコ生の頃からのリスナーだから知ってるよ。知ってるよね。全然違うでしょ。あ、ボンってリスナー、あれなんだ。ニコ生の頃からなんだ。まあ、とにかく勝ちたいよな。とにかく本当に勝ちたいっていう。もう一生残るから、配信は。結果出したいですね。で、勝者にだけ金メダルがもらえるらしいんで、それをのんたにプレゼントしたいですね。やっぱ一番近くでずっとそばにいてくれてる大事な彼女なんで、匠さんとかハッチからしたら、俺じゃねえのかよっていう話になるけど。俺、のんたんと出会う前から知ってんのに、俺に金メダルくれねえのかよって話になるけど。まあそこはご愛嬌で。そこは空気読んでいただいて、全力で。気持ちはね、気持ちは和道リスナーにあげたいんだけど。メダル1個しかないんで。そこは彼女特権でね。ニコ生のバー、あ、そんな古いんだ、もっくん。あの頃バー行ってみたかった。来ればよかったのに。相手はね、ゆかりんね、テルチャンピンっていう若い子ですね。24歳の。スポーツマンですね。サッカー万能みたいな。32歳でさ、24のやつと殴り合うってめっちゃ怖えぞ。めちゃめちゃ怖いよ。今日20日だよ。音楽の話よく話してたの覚えてないのか悲しいよ。ボンって小手半だった、あの頃。3分3ラウンドだからね。相当きついよ。3分3ラウンドは。めちゃめちゃきついっすよ。あれ？弁当太郎さんのなんか、音楽提出とか。あ、音楽決めました。入場曲。音楽決めました。これでいこうと思います。ちょっと待って。あ、音楽当日の楽しみにしとこうか。音楽は当日の楽しみにしとこう。25日までの
あれ？どうだったっけ、提出日。写真の提出とか求められてんだよな。これだ。3月半ばか。74名さんいらっしゃい。おお、すげえな。人集まるな。ありがとう。3ラウンドやったらプロでもぐったりしてるのに。いや、するよ。だからドレさんっていう人に、今度教わるんですけど、ずっと格闘技20年ぐらいやってる人に、言われたのが、体の力の抜き方をまず教えるからって。3分間フルでマックスで戦えるやつなんか世の中に存在しないから、離れてる時は力抜くことを覚えないとダメだよって言われて。で、その近づくとか、その緩急が必要なんだって。だからまず脱力の仕方と、どの間合いに入ってきたらガード上げるとか全部教えるって言われた。そしたらフルラウンド戦えるから。で、シャドウを練習するときは毎日10ラウンドをやれば絶対に強くなるし、絶対にいけるぞって。毎日毎日10ラウンド戦える体作っておけば3分フルで動けるからとも言われた。あとは緩急、そう、脱力をまず体に染み込ませないと戦えないっていう。練習は死ぬ気で、もう本当にやりなって。おう、マチルダ、おはよう、ワード2。お風呂で1時間ぐらい湯船使って、今ストレッチが終わって、楽天銀行懐かしいな。 今でもあるよ、楽天銀行。あ、楽天銀行起動してないな。振り込まれてたらウケるよね。最近全然見てないですね。もうふわっちばっかりですよ。そうそう。風船10個ありがとう。ありがとうございます。イベントに向けて動画とか作りますか？いや、それがね、素材をくれって言われてますね。俺が作るんじゃなくて、スタッフが、専属のスタッフさんがいるから、動画と写真と入場曲といろいろ、まあ、もうぶん投げるっていう、もうこっちが何もやんなくていいっていう状態にしてくれました。入場曲聞きたい人いる？決めたんだけど、入場曲発表します？聞きたい人手挙げて。まあ、みんな手挙げるだろうね。発表します。楽天銀行に昔に行く、覚えてるよ、トモさん、ありがとう。え、あれ匿名じゃなかったっけ、ニコニコって。覚えてる。しかもバーあゆみの時でしょ。覚えてるよ。まあ、めっちゃ嬉しいわ。うわぁ、超懐かしい。今でも記録残ってるよ。じゃあ、ちょっと、
僕の入場曲発表するから、ちょっと待って。これは、和道の放送をもう3年ぐらい見てる人からしたら生つばもんの音楽です。おはよう、たくん。今からちょっといろいろ悩んだんだけど、どういう入場曲にしようか。まあ、これは和道リスナー結構喜ぶんじゃないかなって。一応ね、ジャスラクに登録してんの使えるよとは便所さんに言われてんだけど、本当はフーファイターズにしたかったんだけど、あれ？ちょっと待って、パスワード入力できないんだけど。バグってんな。本当はそうしたかったんだけど、無料の音楽、2万円か5万円かかるんだって。プロのミュージシャンだと。MacBook Air ですね。もうぶっ壊れてる。いや、嬉しいよ。いや、見ててくれたんだ。超あったかいよ。俺ね、未だに嬉しいのがね、生まれて初めてのリスナーさんで、今でも名前覚えてんだけど、ロム線だから名前あげないけど、今でも見てくれてんのよ。超嬉しいっすよ。あれ？どうやってやんだこれ。なんでこれログインできないんだろう。パスワードに合ってきた。パスワード見られるじゃねえかよ。何見てんだよ、俺のパスワード。パスワード見んじゃねえよ。あ、オッケーオッケー。よし。ちょっと待って、起動させるから。起動が重いね。このパソコンダメっすよ。なんか探したくなった。何を？何を？ Mac はデザイン完璧ですからね。これ何年前のパソコンだ？多分11年モデルだから、6年前のパソコンなのにまだ使えるっていうの不思議だよね。あ、ダメだ。起動がぶっ壊れてる。あ、ダメだ。起動しないかもしんない。Mac。まあ、6年前のパソコンでしょうがねえよな。固まった。フリーズした。もうちょい待って。この中に音楽入ってるから。あ、ていうか、データ移しておかないとやべえな。これパソコン起動しないよ。これはやばい。なかなかやばい。初見、のんの人生からどんな人生になりましたか？僕は、ホームレスになって 詐欺で逮捕されて2ヶ月半牢屋の中にいて、ホームレスになって3ヶ月間のたうち回ってホームレスで生活保護になったんですよ。そっから、プロ配信者になれました。ビフォーアフターすごいでしょ。人生変わったっていうの本当にわかるでしょ。もう本当ゴキブリ以下の人生からやっと胸張れるようになりましたね。みんなのおかげで。暗黒野球すげえ笑った。めちゃくちゃ怒られたけどね。暗黒野球なんだっけあいつ、なんとかとかいうやつに。なんだっけ、俺のこと怒ったチャンネル持ってるやつ、ニコの、なんか、舐めてんのかとか言われて。誰だっけ？可愛い彼女もできたしね。最高の人生だよ、本当に。逮捕歴あるんですか？前科3犯です。どんな人生でも個人の魅力で立ち直れる見本ですね。まあ、血へど這いずり回るぐらい配信やってますね。本当に。本気で取り組んでます。緑庵に和道の女が相談してて。ああ、懐かしいね。付き合いたての頃だね。お、起動しました。じゃあ、聞いてもらいましょうか。ともさん、花火ありがとうございます。ちょっとダンベル待ってね。努力したっていうか、いい人と巡り合ったって感じかな、リスナーさん。それでも和道なら頑張れるよってずっと応援してくれるリスナーさんと出会えたから。だからここまでやってこれたんだよね。だから、ワンピースのエースとか見るとすげえ泣けるんだよ。頂上決戦でさ、エースが死ぬ時にさ、こうやってルフィに抱きつきながら、みんなに言ってくれっつってさ、泣きながらさ、こんな俺を、鬼のこと呼ばれた俺を、愛してくれて、本当にありがとうって言って死ぬじゃん。めちゃめちゃ泣ける、あれ。わかる、エースの気持ち。くっそ叩かれてきた人生で、敵しかいなかった人生で、周りの人に支えられて初めて家族ができた、あの感じを俺はわかるよ。
俺はだからあそこで号泣したのね、エース見ると。わかりる？その気持ち。ちょっと待ってね、重てえな。父さんありがとね、ちょっと待ってて。今、パソコンと戦ってるから。あ、来た。ブロック入れるぞ、気をつけろよ。ブロック入れるぞ、気をつけろよ。聞いてねえな、ブロックでーす。中国したかんな、俺。自己主張がしたいなら配信者やれよ。何なんだよ。面白くねえから、それ。あれ？オーディオ。ちょっと待ってね、出てこないな。あ、来た来た。ですね、僕がやろうとしてる音楽はどれかな？多分ね、もう勘のいい和道リスナーなら多分分かると思うんだけど。おはよう、海坊主さん、おはよう。どこにあるかな、ちょっと待って。俺も久々に Mac 起動するから。これかな？これじゃない。あれ、なんて言ったっけ？あ、思い出した。タイトル思い出した。ブレイクなんとかだ。ブレイク、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 ブレイクなんとかっていう曲名。あったあった。ブレイク、ブレイク、バスケットじゃなくてブレイク、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 これかな？違うな。いきます。流します。天気悪い。これです。これ覚えてる人は覚えてるはずです。懐かしいって言ってるはず。これで懐かしいって言った人は本当の和道リスナーです。マジで古い和道リスナーですね。わかる人いるかな？これ入場曲にします。強そう。これでいきます。入場曲。おはよう、あずしさんいらっしゃい。タイトルに自己主張入れ始めた。俺と同じパターンで。いらない、プロ配信者とかいらない情報を入れるパターンね。淳 そっくり、テレビ出演。コテハンを CM するっていう。パクられちゃったよ。著作権フリーですよ、これは。著作権フリーです。もちろん。ないとお金かかるかんね。おはよう、ゆき。おはようございます。
ヨヨさん、おはよう。朝方はやっぱリスナー層違うね。ちょっとポップな感じだよね。朝リスナーは。太陽と共に目覚めるやつはね、やっぱ陽気なやつらですよ。健康。新しいフォロワーさん、シロさんフォローありがとう。愉快な仲間たち、ようこそ。バイトってどんな感じでやってるんですか？ A 型作業所っていうやつですね。起動した時のボサノバかと思った。違う違う。本当はね、好きなミュージシャンの入場とかやりたいんだけどね。入場もに見せ場ですもんね。いや、入場超緊張するでしょ。スポットライトガンガンだよ。陽気なババア。うちのリスナーババアばっかりだからね。患者さん47歳ですけど、何か。何か。文句あんの？初見さんいらっしゃい、ゆうりさん。楽しんでって。ごめんね、スルーしちゃったかな。面白かったらフォローしてください。ハート花火ありがとう。和道さん、モグリンって気になりませんか？全然気になんないね。僕も配信長いんで、ロム線の方が多いっていうのはよく知ってるんですよ。ニコ生やってたから。ずーっとアクティブ少ないのね、俺。コメントが少ない配信者の、もともと。聞かせるタイプだから。でも、なんか神回が起こると、ズワーってコメントくんの。こんなに潜ってたんかいっていう。サイレントマジョリティって言うんだけど。おはよう！サーボちゃん、おはよう！花火ありがとう。今日すげえな、花火。半端ねえわ。いきます。サボちゃんとハッチから花火いただきました。ゆりさんフォローありがとう。3発目花火ありがとうございます。あれ？ 3 発目すげえな。ありがとう、サボちゃん。4発目花火ありがとう。サボ神様から4発目花火いただきました。ハッチが1発、サボちゃんが今3発ですね。サボちゃんいつもありがとう。サボちゃんから4発目花火いただきました。ありがとうございます。サボちゃんいつもありがとう。ハッチいつもありがとう。ありがとうございます。サボちゃんから5発目の花火ありがとうございます。サボちゃんいつもありがとうございます。サボちゃんの金銭感覚がおかしい。 サボちゃん花火ありがとう。サボちゃん花火ありがとうございます。すげえな。 サボちゃんから花火いただきました。サボちゃんありがとう。ありがとうございます。1,2,3,4,5,6,7。ありがとうございます。そろそろじゃあ行きますか。すごいね。パチパチありがとう、みんな。サボ神様だから。うちのスポンサーだから、サボ神様。じゃあ行きます。花火が何発上がった？ 11 発？ちょっと待って、今計算するから。ハート花火が8で、トモさんからか、1、8発、9発、9発だから、ロック54回やります。試合頑張るよ。ロック54、54回いきます。いきます。1、2、3、4、
5、6、7、8、9、10、8、ありがとう。11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、60発ね、合計20回でストップします。今日やべえな、今日何回花火やってんだろう。血管がやばいよ、本当に血管がやばい。嬉しい悲鳴だけど、もうだってさ、これさ、今月始まった時持ち上げらんなかったじゃん。だんだん余裕になってきたからね。もう一回20回いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、マジかよ。9、10、11、12、13、14。サブちゃん花火ありがとう。サブちゃん花火ありがとう。14、花火ありがとう、サブちゃん。こい14、15、16、17、18、19、20、21、22、ワコツー、23、24、25、26、27、28、29、30。今50回ね。50回行きました。もう10回行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。サボちゃん花火ラッシュありがとうございます。サボちゃんからいただいた合計の花火発表します。ちょっとあのサボちゃんが花火ラッシュなんでいきますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、16発連続花火ありがとうございます。前の枠でも120回以上やってるね。今日何回やってんだ俺、花火今日めちゃめちゃやってるぞ俺。いや、昨日の夜からだから相当だと。残り60回いきます。もう残り60回いきます。サボちゃんいつもありがとう、ハッチもいつもありがとう、みんないつもありがとう。10回いきます。まず1、2、3、4、5、6、7、8。風船ありがとう、ニート社長さん。9、10、あと50回、あと50回。花火風船ありがとう、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あと40。風船10個ありがとうございます、ありがとう。あと30回、8.5 キロっす。あと30回、いきます。1、きついな、3、4、5、6、7、8、あとつ9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。
いや、ミリありがとう。ジュ、血管ぶち切れそうだわ。やべえな、ほんと。和道リスナー、ほんとやべえな。これあれだぞ。これ億万長者になる頃にはさ、ベルセルクみたいになるぞ、俺の腕。夜に回してもええんやで。今やるわ。夜は夜で稼がなあかんでしょう、サボちゃん。これで飯食ってんだから、あと20回行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。残り6発?上がんねえぞ。あと10回。あと10回行きまーす。ちょっと待って。はぁ、あ。どんどん太くなってくかんね。見てこれ。やばくない?俺の腕じゃないよ。これが1ヶ月でリスナーさんと一緒に作り上げた腕ですよ。うん、初めの一歩みたいになってきたかんね。行きます。1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回、ありがとう、みんなありがとう。お待たせ、ただいま。よし。お待たせしました。新しいフォロワーさんを紹介します。フォローしてくれた人ありがとう。新しいフォロワーさん、ゆりさん、フォローありがとう。お疲れ、ありがとう、うん、なんか最近お疲れ、ありがとうね、サボちゃん。気使ってくれていつもありがとう、うん、最近すごいリスナーさん増えてきてさ、1ヶ月で300人ペースで増えてるんですよ。で、今月5ヶ月目だから1500人いくだろうなっていうのが俺の計算なんだけど、多分1550から1600人ぐらいに増えそうなペースで、なんかね、1ヶ月300人の法則が崩れてきてますね。どん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 増えてて、もうすぐで1500人行きますよ。ありがたいよね。花火で300万とか来たら何しますか?300万来たら何しようか。300万でしょ。花火で300万か。新しいフォロワーさん、京子さん、フォローありがとう。なんだろうね。もう、あれじゃないの?なんだろう?花火で300万は、300万?なんだろうな。なんだろうな。なんだろう ?300 万って。花火で300万?なんだろう?花火で300万。思いつかねえな。逆になんかある?花火で300万。ああ、わかった。聖剣好き1万回配信やるよ。聖剣好き1万回配信やります。あの、地獄。聖剣好き1万回配信やります。あのね、この苦しみを知ってるのは俺だけだと思う。マジで腕ぶっ壊れっから。俺、後半5000回から記憶ねえから。ずーっと泣きじゃくってたからね。もう無理だよ、つって。
マジであれは地獄だった。それをもう一回やります。300万でも安いぐらいだよ。もう二度とやりたくないと思ったから。何時間かかったっけ。12時間ぐらいかかった。17時間とかだっけ。相当十何時間かかったんだよな。覚えてないけど、あれ動画に残したかったよな。試合前に確実に肘ぶっ壊れるね。1ヶ月間ぐらいも肘ぶっ壊れてたもん。あと山手線一周も未だに右膝おかしくなってるし、結構体酷使してるよ本当に。あのね、山手線一周とか甘いよとかね、なんか政権好き1万回なんて余裕だよって言うけど、やってみろって話だから。めちゃめちゃしんどいから本当に。本当ね、やってみるとわかるよ。しかも何の準備運動もなく思いつきでやっちゃうからね。今だったらまだマシ、今だったらまだマシ。8000回ぐらいから泣きじゃくるぐらいじゃん。わかんないけど。山手線まだ痛いの膝。だいぶ良くなってきたけど、毎日ストレッチして、毎日のんたんがマッサージして、そう、もう本当に丁寧に丁寧に、スポーツ選手みたいにやってるもん。政権好きの時見てた覚えがある。ある、 FC2 でやってたんだよね、あれ確か。超辛かったよ、もう最後号泣だったもん。しかもあれ、政権好き一発1円入ったら、1ポイント入ったらやるっていうルールだったのに、結局5000円ぐらいにしかなんなかったからね。誰もポイントくんねえから、もう意地でやってたからね、最後。辛かったわ。あれはマジでもう思い出したくないぐらい、もう恥ずかしい記憶ですよ。大のいい大人がね、配信で泣きじゃくるっていう、ね。でもあれだね、あれで多分根性ついたからさ、あの山手線配信では泣かなくて済んだよね。山手線より実はきついのは、あの政権好きの方です。おはようみーすけさん、楽しんでってください。おはようございます。試合楽しみだな。ハッチ来ないの試合。サボちゃんとかハッチとか来ないの。忙しいか土曜日は。2000円くらい入れた覚えが。土曜日忙しい。じゃああれだね、 YouTube でベンドさんの動画見る感じになるね、試合行きたいので現在彼氏を説得中。彼氏は配信見てんの。彼氏がさ、配信に理解ある人だったら誘いやすいと思うんだよ。おお、いいじゃんみたいな、ベンドさんの企画とかさ、石川の竜技いいじゃんってなると思うんだよ絶対。だけど彼氏が配信とか全く興味なかったら、はぁってなるよね。なんで素人の殴り合い見たいのみたいな。配信知ってんの彼氏は。すげえな、デートで俺の殴り合い見せるのか。生主否定派、絶対来ないっしょ。ウケるわ。デートスポットじゃないから、超男くせえから。あー、それは面白いね。多分カップルで来るやつそんないないから、サボちゃん一発でわからない。あ、サボちゃんだ、絶対あれサボちゃんだって。それは面白いな。パフェありがとう、サボちゃん。
正拳突き1万回とか逆にいい練習になりそう。あれは本当に体壊れる。本当に。あのね、道島のインさん気持ちわかんの。漫画のネタにぐらいなるぐらいだからできるって思うじゃん。頭では思ってるじゃん。本当に、1000回はできるんだよ。1000回はできるの。でも1000回で多分2時間ぐらいかかるのよ。そっから先、本当に、これマジの話で、振りでもネタでも何でもなくて、5000回目から腕が上がらなくなるの。本当に泣きじゃくり始めるの。で、6000回、7000回目どうなるかっていうと、腕が痛いんじゃないの。足が動かないの。もう足に来てずーっと立てなくなるの。プル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 震えて。これマジだから。本当にね、100回とかじゃなくて1000回やってごらん。どん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 重たくなっていくの。否定派を説得するのは難易度高いよね。だってさ、嫌いな配信者がいっぱい集まるんだよ。好きになるわけないでしょ。お、配信って面白いねってならないでしょ。こいつらバカだなってなるでしょ。いやでもそのね、それを払拭したいよね、試合でね。マジでね、これね、みんな試さないんだよな。試してもらいたいよ、本当に。1万回の恐怖分かってねえから。みーすけさん、風船10個ありがとう。サンキュー。でもね、ほんとね、てるちゃんびんとどうなるんだろうね。ゆいがさんが今回企画を降りたじゃん。ゆいがさんが。まあ、それめちゃめちゃ怒って、ゆいがさんが俺の家乗り込むっていう事態まで発展しちゃったんだけど、結局ゆいがさん俺の家来なかったけど、試合できねえ体にしてやるよって言われたから、ね。おわざ住所言え、この野郎つって。お前誰に言ってると思ってんだよ。おめえ住所言え、この野郎。おめえよ、試合をよ、絶対できねえ体にしてやるからよって言われたんだけど、来なかったっす。ゆいがさん。残念ですね。でもまあ、バックレっていうか、このタイミングでキャンセルは絶対ないよな。芋引くかなとは思ってたけど、本当にこんなバッサリ引くとは思ってなかったよね。呆れたよ、マジで。エレチャンピンとこが微妙。俺はだから、まあ最初は、だからパルパルって言ったんだけど、まあパルパルやらないって言って、なんかテルジャンピンになった。テルジャンピンもやっぱ言ってたよ、それ。本当はパルって指名してたんだけど、なぜか俺がやることになったんだよねって。あいつ和道の強さ舐めてる？テルジャンピン？別に舐めてない。ああ、ゆいがさん？いや、俺強くないよ、全然。ゆいがさんの方が強いと思うよ。うん。だから、そのさ、喧嘩じゃなくて仕事としてさ、こんだけ盛り上げといてバックレるってどういうことだよっていうさ。あ、ゆらちゃんはどつ、彼氏は、生主否定派かと思って二度見した。どれ深夜食堂から、どれ深夜食堂さんいらっしゃい。いやいやいや、おじいおはよう。 A 型塾業者見つかりました。え、 A 型塾業者通うの？頑張って、まずは面接からですね。うん、頑張ってください。いやー、和道さんなら勝てる。いや、あのね、みんなね、マジで、客観的にとかいろんな意見言っていいんだよ、リスナーだから。全然否定しないけど、あのね、当事者の気持ちからすると、俺はさ、やっぱ怖いっすよ。24歳のプリップリの腹筋割れてて俊敏なプリップリのスポーツマンと殴り合うんだよ。俺32ニートですよ。配信の前ではネット弁慶でさ、ああでもないこうでもないとか格闘技はよとか言うけどさ、うん、やっぱリングに立つってなるとやっぱ夢に見るからね、今テルチャンピンとぶん殴り合う。仕事行ってらっしゃい。おー、昨日から働いてんだ、嬉しいな、頑張って、応援してるよ。9時からだ。頑張ってね。
俺も9時半、9時、10時半から仕事だ。いや、勝てるって。いや、勝ちに行くよ、もちろん。ただ、本当に、当日まで本気で腹くくろうと思ってて。っていうのも、やっぱりさ、男の子の憧れなんですよ。どんな男の子でも、これ、バキの有名なセリフなんだけど、どんな男の子でも、男だったら地上最強は一回は夢見るんだよ。一回は夢見んの。それが街の喧嘩であったり、親父の原骨であったり、空手の道場、ボクシングの練習場とかで挫折をするの。地上最強をみんな夢見るんだよ。ね。で、リングに上がるっていうのは、もう憧れ中の憧れなの。ここにいる男のリスナーだったら分かるって絶対言ってくれんの。もし自分がリングに上がれるんだったらっていうのは上がってみたいっていうのは憧れなんですよ。リングに上がること自体が。それをね、やっぱ用意してくれた、俺は弁所太郎さんに感謝してますよ。それで上がりたいっつっても上げてもらえない可能性もあるんだから。素人の殴り合いだよ。だけど俺は夢叶えてもらったんだよ、弁所さんに。それでさ、一生に一回あるかないかのチャンスだよ。32歳で何もやってこなかったんだから。俺はだから、ここは見せたいなっていうか、もうリング、いつね、もう最後になるっていうか、最初で最後なの分かってるから、ここはね、やっぱ、なんかこう、いい思い出じゃないけど、勝つよ。もちろん勝ちに行くし、倒しに行くんだけど、俺は最高の、最高の記憶に残る。みんなの、もう爆笑でもいいの。ボッコボコにされてもいいけど、前のめりに行きたいね。また来てね、ゆらさん。試合前にあいつがビビる和道のエピソード吹き込んでやる。やめてそういうの。いらないから。っていうのも、俺もチャンピンも相手だからナーバスになってんのよ。あのね、聞いてないふりするよ。ああ、そんなの吹けしだろとか言ってるけど、もう帰ったら2チャンネルカタカタカタだから。チャンピンってそうなのとか、チャンピンも、和道って格闘技やってたのとか、もう2チャンネル検索だから。もうね、そういう情報性いらないから、くだらないから。セブンはガチで強そうだから対戦しなくてよかったね。あのね、多分ね、それはね、なんつうの、本当の強さとかの問題じゃなくて、これはね、本当の強さをバランス取るっていうのも、弁所さん大事なことなんだけど、興行としてもっと大事なのは、客を持ってるかどうかなんですよ。配信者としてのレベルと強さをビタビタに合わせないといけないの。わかる？これね、みんなね、強さとか体重差を考えてるでしょ。違うから。俺、弁所さんの立場になったらわかるけど、強くて盛り上がって、さらに、過疎なのか、中堅なのか、大手なのかも合わせないといけないんだよ。そこが難しいんだよ。だから、テルチャンピンと俺は結構いいとこついてると思うよ。ああ、まあ、和道か、みたいな。テルチャンピンだな、みたいな。わかるでしょ？そう。だから、俺とセブンさんはないんですよ。ないです。だから本当に喧嘩が強いか、プラス、喧嘩が強いか、プラス、集客力があるかも計算してるから。そこがね、弁所さんうまいなって思ったんだよ。そうそう、見せ場だから。やっぱ誰と誰が戦ったら面白いかなんですよ。誰と誰が戦ったら面白いか。客が見たいのは。だってセブンさんのリスナーからしたら、和道かよってなるでしょ。正直。あ、テルチャンピンならいいじゃんってなるじゃん。キンバイさんとテルチャンピン、キンバイさんとセブンさんめちゃめちゃ面白いでしょ。いい試合になると思うよ。だから、ユイガバーサス、ユイガバーサス、弁所太郎は超いい試合だったのに。だから太郎さんが誰とやるか気になりますね。俺は今上がってるメンツはちょっとないなって思ってる。正直言うと。ユイガさんぐらいのインパクトがない。正直。もうね、これは難しくなってきたよ。興行自体が。もう多分一番弁所さんが頭抱えてると思うけど、誰だろうなぁ、ベストなの。もうぶっちゃけた話、弁所さんはより強い相手ってあんまりいないと思うから、弁所さんは選びたい放題なんだよ。ただ相手が弁所さんと戦う勇気があるやつがいるかどうかなんだよ。これ難しいよ。いいんじゃないの？
なんか、ゆいがさんのサンドバッグかなんか用意して、便所さんがボッコボコにする3分間。馬乗りになって、ゆいが、なんか骸骨模型とかぶん殴ってればいいんじゃない？どうなの？もうそれしかないでしょ。誰がいいんだろうな、便所さん。便所さん。便所さんってやって盛り上がりそうな人。誰だろう。誰かいる？みんな。いや、怪我すっかんな、本当に。TJ か。TJ は配信だからな。だからもう、いっそのこと、野生のクマとか。どう？ライオンとか。それでよくない？もう大きく出る。もう逆に人間だと最強だから配信者の中では、もう動物で行こうと。アナコンダとか。便所さんには死んでもらうっていうことで、公開処刑。逆公開処刑。ガオーっつって。それめっちゃ神回だと思うんだけどな。ホープさん難しいよ。それはね、ダメだと思う。ホープさんは男気あるから、便所さんがやろうっつったら乗るよ。絶対乗るよ。でもね、絶対逃げないよ。でもね、それをやったらダメでしょってなるんだよ。お、香川。ティロフィナーレ香川だ。それだ。香川だ。もう、名声もある。リスナーも持ってる。腕力もある。体重もある。ご飯もいっぱい食べる。喋りは達者。で、ゆいがさんに引けを全く取らない。香川だ。ティロだ。香川しかいないよ、ここは。香川さん一肌脱いで、マジで。本当に。もう、あなたしかいないよ。本当に。香川さん、お願いします。いやー、体重差がね。柴田が理想。柴田40万かかる。柴田はシークレットバトルで出るでしょ。柴田は俺シークレットバトルに出るんじゃないかと思ってる。でも香川さんが一番理想的だね。もうベストだね。ボン一番ベストな判断。体重差、喧嘩強さ、おしゃべり度、閲覧数、もうすべてがベスト、香川さん。これはマジで面白くなるよ。逆に結賀さんじゃなくてよかったって言われるぐらいいい試合になると思うよ。誰かもそうなんだよね。いや、まあそうだと思うよ、立場的に。だってさ、香川万博っていうでっかいイベントできるぐらいの力持ってるわけじゃん。ぶっちゃけな話、イベンターとしてライバル心が出ると思うんだよ。で、俺バーターなんてやらねえよって、プライドあるよ。あそこまで大手でプロで食ってってんだもん。それは言われて当然。最初から話か持ってくべきだった。香川さん言う、そう、そう、しょうがない。でも、香川さんを選択して声かけてるっていうのはすごいいいと思った。でも、ここで香川さんが出てきたら俺はマジで惚れる。超かっこいいと思う。興行を助けてやるよって。これは一生の恩になると思うよ。配信者としてのね。これは分かる人には分かると思う。興行やってるとか、イベント組んでる人だったら分かる。ここで香川さんが一肌脱いだら、俺はマジで香川さん惚れるね。俺、香川さんに声かかったら絶対出る男になる。それくらいかっこいいことだよ。ここで。ここで一肌抜ける男は。あ、でもやらないっすよ。香川さんの判断正しいっすよ。だってさ、パンチもらって3日間配信できないだけでさ、どれだけ収益下がるか。俺ら個人事業主なんだから、配信で食ってってるってことはさ、放送できなくなるの、ほんと痛手だもん。メンタルでも減らったら終わりだし、1日サボるだけで本当に飯食えなくなるんだもん。やらないっすよ、殴り合いなんて。だ、まあでも出たら、もう俺は超惚れるね。てか、香川さんしかいねえよ。こんだけ盛り上げられるの。そう思うよ。野田ゾーリはいいんだけど、ネタっぽくなるんだよ。野田ゾーリは正直いいんだけど、どう転んでもネタになっちゃうの。野田ゾーリが出た時点で。もうね、リング入場から笑いが出ちゃうの。もう面白くなっちゃうんだよ。もうそういうキャラなの。
だから野田ゾーリは今回の企画向いてない、正直。緑さん、よくないショーだからって逃げます。もうね、あの人はプロだからいいんです、それで。もう何でもネタにするから、うまいなって。もうね、横山みどりやんってね、もうね、面白すぎるんだから。てか、横山みどりをリングサイドに入れるべきだよ、今からでもいいから。香川リスナーも湧くと思うよ。うん、ねえ。どうなるんだろうな、便所太郎さん。よくないショーだからって。でもさ、なんか、みどりさんさ、マスクつけないでさ、素のさ、ポリヤキとして普通に会場にいそうだよね。あれ、みどりさんじゃねえつって。こう、先発組んだいて。お、みどりさんプライベートで来てるよ、つって。パンダさんいるわ。なんかありそうで怖いんだよね。絶対ネタに拾いに来るでしょ、当日。サイドの方で。観客席で一番後ろでこうやってやってるでしょ。それくらい盛り上がると思うよ。うなちゃんマンも来たらね、挨拶したいな。思いつく限りでは香川さんしかいねえな。いや、それくらいね、便所太郎さんのユイガっていう選択は良かったんだよ。でもまあ、今回の、その、企画のきっかけを作ったのはユイガさんだから。うん。便所太郎さんがまた一つ株上げたでしょ。明日の配信楽しみにしてて。明日の配信俺殺されるから。明日の夕方の配信、和道リスナー絶対見逃したらダメだよ。前からお願いしてたんですけど、格闘技歴、もう総合格闘技20年やってる、あの選手、今回のあの捨て頃っていう企画の選手でもある、どれの深夜食堂さんに、コーチをお願いしました。はい。トレーニングつけてもらいます。身長180。体重80キロ。総合格闘技20年やってるモンスターです。防御教えてもらいます。防御とパンチと基礎練を教えてもらいます。おそらく僕は死にます。試合前に死ぬ可能性があります。見に来てください。明日の、深夜やります。よろしくお願いします。花火上がりまくってる誰が？あ、今日。ドレさん、僕はドレさんだなって、もう思ってたんです。コーチつけてもらうなら。っていうのも、実は僕、ふわっち初期の頃からドレさんのことを、見てるんです。ロムったりとか、ちょいちょいコメント打ったりとか、ちょいちょい見てるんです。で、ドレさんは、ボディービルダーだと思ってたんですよ、僕。格闘技の人じゃなくて、ボディービルダーだと思って、体がもう全然違うから。こんなんだから。で、ドレさん気になってたの。で、なんで気になってるかっていうと、めちゃめちゃ熱いんだよ。もう、すごいの。もう、パワー系なの、本当に。パワー系っていうのは、その、なんつうの、ドキュンとかそういうことじゃなくて、もう本当になんか、侍みたいな人なの。で、熱いおっちゃんだな、みたいな感じで。まあ、相変わらず、うち、さ、俺、おっちゃん好きじゃん。そう、リスナーもおっちゃん多いし。で、ちょいちょい見てたんだけど、なんかコメント打った時に1ヶ月ぐらい前、リスナーさんがコラボしろって、要は、とつまちで上がれみたいに煽ってくれて、で、ドレさんは、いや、そういうのいいよって言って、なんかこう、なーなーになってたんだけど、いつかコラボしようねって一言ドレさんが言ってくれてたの。で、俺の中で結構嬉しかったのよ。その、閲覧数じゃないと思ってるから、好きな配信者同士だったら俺、閲覧数関係なくコラボするじゃん。だけど、いつかコラボしたいねって言ってくれて。で、俺は好きな配信者だったから、そのタイミングをずっと見計らってたの、実は。ドレさんとどうやってコラボしたら面白いかなっていうのはずっと考えてたの。最高の形でドレさんとコラボしたいと思ったから。で、一番かっこいい形で、コラボできるなと思って。ドレさんが一番その魅力的な格闘技ずっとやってきた男じゃん。磨いてきたわけじゃん、牙を。で、その牙をさ、やっぱ俺分けてもらおうっていうかさ、学びたいじゃん。うん。だから、ドレさんに教えてもらいます、僕は。男気だよね。かっこいいよね。ドレさんかっこいいよね。だから、ドレさんとの初コラボで、僕はドレさんにしごかれます。はい。僕はね、しごかれてなんぼなんで。はい。僕のリスナーはね、アンチも多いんで、和道がいじめられてるのを見るの大好きなんで。2チャンネルが湧くと思いますよ。かっこいいよね。メール送ったの、DM。ツイッターで。
奴隷さん、教えてもらえないですか？つったら、一言だよ。二言返事だよ。いいよって。ただ甘くないよって。本気でやるよって。お願いしますって。ついてけるかどうかだよね。 だから一週間慣らしをしてたので、本当は1ヶ月待ってくださいってお願いしてたの、ドレさんに。1ヶ月ドレさんのトレーニングついていけない可能性があるから、待ってくださいと。1ヶ月でそのドレさんの技術をちゃんとこなせるぐらい、2時間ぐらい練習できるようにしたいですって言ってたんだけど、実は昨日の LINE でドレさんから連絡あって、シャドウ頑張ってるの見たから、今のうち早く来てくれってドレさんから連絡来て、今変な癖がついちゃうともう取れないと。1ヶ月その練習しちゃうともったいないから、もう早く教えたいって言ってもらえて、そう、ありがたいじゃん。そう、謙虚だね。俺、青爺の YouTube も結構見てるから。おすすめ欄に青爺ばっかりになってるから。ギターは実は青爺結構見てる。そう、青爺ってね、プロギタリスト。面白い配信者いっぱいいんだよ。うちの見てくれるおっちゃんたちは。ワドワドって可愛がってくれる。で、ドレさんから連絡来て、いや、もうもったいないから、ディフェンスと、こういう練習、こういうジャブの打ち方したら大丈夫だから、トレーニングのメニューを教えてあげるから、それを練習してって言われて、すげえ嬉しい。気にかけてくれてんだよ。やっぱさ、俺はね、やっぱりなんつうの、なんだろう、配信者って閲覧数でこれになるじゃん。これ大嫌いだったの、昔から。先輩方がこれやって威張ってるから。そう、こればっかりじゃん。閲覧数があるから何なんだよって話だっていうのは俺は思ってたの。悔しかったの、正直。ネットでふかしてばっかりで。ね？閲覧数の数低いやつ見下してコラボしねえよとかさ。くだらないじゃん。そうじゃなくて、やっぱり閲覧数じゃないんだよ、この世界って。そんなのは簡単にひっくり返るの。本質の人間っていうのはいっぱいいるんだよ。そう。本物をプロであったり、本当に格闘技で牙磨いてる人間もいるんだよ。そう。本物から本物を学びたいんだよ。俺、本物を見たいんだよ。そう、本当の配信者になりたいから、本物の配信者になりたいから。これからね、あれだよ、ゴミみてえなね、ニコ生でね、ふかしてるだけの配信者とか全員いなくなるから。本当に力あって、本当に魅力的な男とか女がバンバン来るぞ。大配信者時代だから。怖いよ。おはよう。ノンタン怖えよ。ホラーでしょ、これ。ここの穴からずっとのんたん覗いてんだよ。超怖いんだけど。まばたきしないで、怖いから、のんちゃん。ホラーだよ、これ。青じい優しいギター。クラシックギターで、ね、プロです。言っていいのかな。 まあいいでしょ。おはよう、てるっち。だから、まあ、トレーニングの方法を教わって、で、ドレさんから言われてるのが、飲んだら見えたでしょ？ドレさんから言われてるのは、本当に、毎日10ラウンドやってって。毎日10ラウンド3ヶ月やったら相当強くなるからって言われた、今日放送で。いい？大丈夫？ごめんね。なんか、いいよね。配信者だからね。青爺はね、もうプロのクラシックギターなんだよ。すごいよ。なんか、エロいよ。かっこいいっすよ。いろんな人にね、見てもらってるから、俺は本当ありがたいよね。嬉しいよ。飲んだん怖いよね。でも本当にね、リングに立つの最初で最後だと思って、徹底的にやります。徹底的にやります。で、飲んだんに金メダルプレゼントします。飲んだん金メダル欲しい？欲しい？飲んだんの首にかけてあげるから。おはよう、いちか。ね。のんたんに宝物プレゼントするから。そっちの方がいいでしょ？なんかさ、高級さ、配信好きなんだからさ、なんか高級バッグとかさ、どこどこのくだらねえさ、なんか指輪とかさ、ティファニーとかじゃなくてさ、便所太郎主催のイベントの金メダル、世界で一個の金メダルをさ、彼女にプレゼントした方がいいでしょ？かっこつけてなんぼとかあんね。
俺はノンタにね、ベンゾ太郎さんからもらう金メダルをノンタの首にかけますよ。でも負けたら一生言われるんだろうな。ずーっと言われるの分かってるからね。一生言われるからね。本当に負けたら。トーナメント戦じゃないよ。さすがにね、3分3ラウンドをだけでもきついのに、トーナメントなんか絶対無理だよ。素人を殴り合いで。あの、K1 選手とか、ボクサーの10ラウンドとかっておかしいんだからね、あれ。死ぬレベルだよ。だから俺はテルチャンピオンとだけです。トーナメント戦なんてありえないっす。あれは本当の一流のプロだけができる。あの、本物だから。試合の時に着る衣装買った？不正受給っていう T シャツを自分で作って不正受給 T シャツを着て戦おうかと思ってますね、僕は。はい、沸かせようかなと思ってで、不正受給つって入場しようかなと思って、観客に煽られながら。もうここまで来たらね、大々的にネタに走ろうかなと。こう、変な一体感。アンチも囲いも全て一体となる不正受給コールで。で、不正受給 T シャツを販売して、お小遣いを稼ごうかなと思ってます。はい。バンになる可能性があるんで、T シャツ着用で戦うんですよ。だから何かしら T シャツは作ります。まあ、不正受給は、まあ、冗談として。ボクサーパンツはね、スパッツ履いて、膝が壊れてるんで、スパッツを履いて、黒いタイツみたいなやつね。で、そこの上に短パン履こうと思ってますね。はい。そんな感じ。のんたんと結婚したんですが、内縁の妻だね、席入れたわけじゃないですよ。でも僕は彼女でいいと思ってるんで、僕は一生彼女と一緒にいたいっていう風に、心の中で誓ってます。どうなるかは僕と彼女次第です。僕は彼女のこと愛してますよ。ボクサーパンツとかね、誰か支援してください。ボクサーパンツ買って。かっこいいやつ。俺、でも、ミルコクロコップみたいなさ、わかる？ピッタピタのパンツあるじゃん。もっこりパンツ。ミルコクロコップとか桜葉が着てるピターってやつあるじゃん。あれがいいんだけど。あいつもっこり選びやがったっていう。なんかあるじゃん。もっこりパンツよくない？格闘家の。ヒラヒラしてるボクサーパンツじゃなくて、もっこりって感じの。俺、あれ欲しいな。あれ売ってんの？あれどこで売ってんだろうね。もっこり系。赤、白、黒が僕のテーマカラーなんで。お、ヒカルくんだ。和道さん、調印式いつ行くんでしたっけ？俺はね、22って言われたよ。弁当太郎さん、22に開けとけって言われた。だから22仕事帰りに会う感じだね。ヒカルくんいつ行くの？ヒカルくんは。そうだよ。選手来たよ。ヒカルくん。セミファイナル。いいポジションだぜ。俺の後に戦うんで、ヒカルくん。セブンさんと。なんで俺、テルチャンピオンの殴り合うのかよくわかんねえんだよな、今のところ。シンコパッドは、欲しいものリストに入れた。シンコパッドは。もちろん、シンコパッド入れますよ。二人とも頑張って、頑張れよ、イブさん。ありがとう。多分一緒なんすよ。一緒に行きません？あ、いいよ、いいよ。コラボしようよ、じゃあ。うん、久々。うん、竹本 VS 金梅は200万がかかってるんですよね。え、何それ、竹本と金梅なんて聞いてないんだけど。そんな試合聞いてないよ俺。うん、チンコカップは見る？もう弁当太郎さんにこれがおすすめだよって URL 来てるから、それのブラック選んだ。これ買います。うん、これです。ファールカップって言うんだっけ。ついでに何か練習しないですか。やる？スパーリングやる？やる？やる？スパー。ヒカルくん一緒に。あ、ちょうどいいかもしんない。対戦カード被ってないし、身長多分一緒ぐらいだから。一緒に練習する？俺2時間ぐらい毎日やってるけど。新宿でよかったら。いいじゃん、それ。初印式の後、一緒に汗流そうよ。
いいね、いいね。で、家の近くに銭湯あるから、そこで風呂入って終わりにしようよ。歌舞伎町まで戻るとき案内するから。暑いね。盛り上がってきたね。ぜひぜひお願いします。22、便所太郎さんとじゃあ飯食って調印式やって、で一緒に練習やりましょう。あ、東北戻っちゃうんだ、マジか。え、旅は終わったの？ごめん、最近ヒカルくん全然見てなくて。旅は終わったの？まだやってんの？ていうかヒカルくん何年旅してんの？長くね？シャリ旅引っ張りすぎでしょ。ねえ、コラボしようよ、せっかくだから。ていうか、便所太郎さんも3人でやったらダメなのかな？全員試合被ってないんだから。ダメなのかね？旅は保留？OK! LINE 待ってます。前日に連絡ください、当日か。当日か前日に連絡ください。いやー、みんな、みんな練習熱心だよね。誰だよ。俺はよ、自分の限界試したかったからよ、便所太郎を指名しちゃうんだよ。わかるだろ？うん。俺は強いかどうかを決めるんじゃなくて、自分の限界を知りてえの。それをリスナーさんに見せることによって、自分の限界をトライしたかっただけなんだよ。よく言うわ。オメガリング用意するんだったら俺は全然構わねえよ。全然やるよ。ただ本気で行くかんな。関係ねえぞ。怪我しても死んでも関係ねえから。どういうことだよ。ねえ、見たいよね。人体模型な。あいつ以外全員頑張ってるからな。骸骨以外全員頑張ってるからな。言い出しっぺが逃げるってどういうことだよ。最近さ、もうさ、悪い癖でさ、これこういう、みんなもそうだと思うんだけど、便所太郎さんも最近ね、みんな、便所太郎さんの枠見てるでしょ？あのさ、血走ってるのわかる？目が違うのわかる？便所太郎さんとか。もう顔つきとかもギッてなってんのわかる？テルチャンピンとかも柔らかいじゃん、物腰。でもちょっとキリッとなってたりとか、ピリピリしてるのわかる？俺もね、喋れなくなってんの。もう、あの、これね、走ったりとか、シャドウやってるからとか、そのボクシングの V とかいっぱい見てるからだと思うんだけど、あのね、カッカカッカしてんの、本当に。ちょっとね、みんなね、配信会の選手たちがね、クッてなってるよ。ちょっとリスナーコメントしづらい空気ない？それ抑えてるんだけど、配信の時は。配信の時は抑えてるんだけど、目が違う、みんな。特に、便所太郎さんの目が、ちょっとやっぱ咲きこもってるんだよね。うん、あれね、練習まだやってないよって言ってるけど、もう相当やってるよ。口だけのフェイクのバッタモン。三つ重なるの見たことないよね。口だけのフェイクのバッタモンだから。コメントセンスあるな、たぬきちさん。いいね。中国製品でもこんな叩かれないからね。口だけのフェイクのバッタモン。これツイートしてよ、リツイートするよ。こんな悪口初めて聞いたわ。センスありすぎだろ。
でもね、あのテルチャンピンの拳には今まで散々俺にブロックされてきた和道アンチリスナーの思いがこもってると思ってるよ。テルチャンピンに俺は殴られるんじゃないよ。テルチャンピンに宿ったアンチリスナーたちの怨念がこもってるからね。テルチャンピンのパンチは重いよ。淀川泳ぐって言うし熱い。マジでや、気合入りすぎでしょ。まあ、100万人はくだらないと言われてる和道アンチリスナーたちのね、2チャンネルのコメント並みに重いパンチが来るよ。跳ね返せるかな。でもポスターも作るしね、いろいろ楽しみだよな。試合のパンツってこんなん。お、見てみよう。パフェありがとう。ね、あ、まあキックパンツとか変速パンツもこんなんだね。こんなん、こんなん高っ。3万、最低2万、高っ。5万4000円すんの。こんなんだけど、これ特注のちゃんとしたプロが使うやつだよ、これ。こんな買えねえわ。そう、これはあいつの分で。ラリ君おはようっす。ね、本当はね、試合のパンツとかね、あの応援してくれてる人とか会場で欲しいっていう人にあげたいけどね。俺が履いたパンツ誰が欲しいんだって話だけど。俺が履い、お前が履いたパンツなんか誰が飾るんだよって話だよ、ね、もし欲しい人がいたら言ってください。なんかあのできる限り答えます。誰もいらないんかい。誰かネタでもいいから欲しい欲しいってやれや。154人見ててノーコメントかよ。裏切り者。びっくりするわ。のじゃねえよ、遅えわ。遅いよ。そろそろ仕事行くわ。うん。あ、飲んだね。そろそろ仕事行きまーす。じゃあ、あの、明日のどれ深夜食堂さんとのコラボ。で、その次の日、ヒカルくんとのコラボ。決まりましたので、楽しみにしててください。ももちゃんおはよう。俺今から仕事行くよ。まあ、あと5分やろうか。明日はドレさん。明後日は、ベンジョ太郎さんに会って調印して、ヒカルくんか。うん、頑張れよ。行ってくれよ。うん。お気張りやすっていうの。京都弁かな。ありがとう。いやー、なんで、しょうがないな、仕事だもん。パンツ買うなら支援しようか。マジで？あれだよ、こんな高いやついらないよ。うん。でも、なんか、サボちゃんが作ってくれたら履くよ。もちろん。支援してもらえると嬉しいっす。うん。ちゃんとサボ神様よりって書いていいよ。スポンサーサボ神って書いていいよ。うん。もちろん。なんかデザインとかも任せるよ。俺のイメージカラーは赤、黒、白。うん。赤、黒、白。で、もし文字とか入れてくれんなら、和道とか、この文字入れてもらえると嬉しいですね。狂った志。結構最近気に入ってる言葉なんで。よろしくお願いします。
めっちゃ嬉しいっす。いやー怖え。殴られんの怖え。蹴られんの怖え。リングの上じゃ誰も助けてくんねえぞ。でもまあロハコさんがいるかんな俺には。セコンド、セコンド休憩中に、ちょっと待ってろ和道さん、今すごい力が出てくるからうん、頑張れよ。デザイン全然考えて、ネタっぽくしてもいいよ、全然。かっこよくしてもいいし、うん、よろしくです。全然あれだよ、気使わなくていいよ。そんなあんまり金銭的に別に、あのユニクロのなんかジャージとかでもいいんだから。別に衣装がねかっこいいからか強いってわけじゃないから、うん、あ、そっか。あと、リングシューズ。あの、スニーカーも用意しないといけないんだよ。まあ、それはでも6月だから、試合当日ぐらいに買おうと思ってるんで。パンツは用意してもらえると嬉しいです。ユニフォームは。よろしくお願いします。靴は自分で買います。じゃあ、150名の皆さん、ありがとうございました。お疲れ様です。もし試合ぶん殴られるの、僕がぶん殴られるの楽しみにしてる人はぜひフォローお願いします。壮大に派手にぶっ飛ばされようと思いますね、はい、もちろん勝ちますけど。みんなお疲れ。153名さんありがとう。仕事行ってきます。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう